こんにちは、りょうです、えー。今日はね、あなたの身近にいる人生で関わってはいけない人5選について、えー、話をしたいと思います。えー、質問いただきました、えー。20代会社員です。学長の動画を見て会社を定時で終わり、プログラミングの勉強に励んでいます。終わりがあるので仕事も早く終わらせようと頑張れますし、今までダラダラと残業していたのが嘘のようです。そんな中で私の最近の動きを見て、副業なんてやっても無駄、自分の能力に見合ったことをするべきと攻撃をしてくる職場の上司がいます。 君のためを思ってと言ってくれるのはありがたいのですが、以前こういった人には関わらない方がいいと学長はおっしゃってました。ただどうしても人の目が気になってしまうっていうのも事実です。学長ならどう考え、どんな人は避けて通りますかってことでね、話をしていきたいんですけど、えー、結論から言うとね、世の中には結構ね、割と身近に関わってはいけない人っていうのが本当にね、たくさんいるんですよ。で、心穏やかに生きるには付き合う人をね、選ばないといけないんですね。 でいろいろ、まあ、いますけどもえ、今日はその中でも特に関わってはいけないっていう人を紹介しますと、でこういう人とはもう自分の意思で距離を空けるって、ね、合わないようにするっていう選択をしていかないといけないんですね。えー、ということで話をしていきますと。 で解説なんですけど、皆さんもね、結構周りにいませんかね、えー、一緒にいるともう疲れる人とか、もう極力は痛くない人とかね、えー、まあでもそんな人とでも結構正常な人ほどなんとかうまくやろうとしちゃってたりとかね、えー、なんとかなんとかって感じでうまくやろうとする人が多いんですよねで。まあそういうふうに学校で教わってきたからね、まあこう話せば分かってくれるんじゃないかとか、まあ対応の仕方を変えれば変わるんじゃないかとか、機嫌を損ねないようにしようとかね、えー、結構そうやってする人が多いんですよね。まあそして、えー、自分が病んでいくと。 で嫌な人と毎日会い続けたらもう誰だってやみますからね、えー、強いか弱いかの差だけでねそんなこと毎日続けてたら誰でもやみますよねでもどれだけ誠心誠意尽くしたとしてもね相手は変わらないんですね結局ね特にこんな手この手のタイプの人は絶対変わらないですからでまあ以前こんな話しましたよね、えー、他人を変える方法ってね他人は変えられないけど気づきの種は負けるって話をしたんですけど基本は他人は変わらないんですよ で、どうしても身近な人とかね、えー、自分が愛する人とかにだったらやっぱり時間をかけて、まあ、待ってあげようとかっていう意味で種をまいてもいいんですけど他人にまいてもしょうがないですねまあ大きな意味で言うと自分以外は全員他人になるんですけど、えー、そんなに遠い人とか自分が一生関わるつもりがない人にまいてもしょうがないですよね疲れるだけなんでね、えー、そんなところに時間を使ってる時間はないと。えー、で、 だから、そんな人とはもう関わる必要がないんですね。えー、要は、自分がなんとなく嫌だなって思う人とはね、大体そういう人なんで、もう会わなくていいし、もう会ってはいけないと、むしろね。えー、もっと言うと、今後会う選択をしてはいけないんですよ。ここがすごいね、大切なとこですね。また後で話しますけど。で特に関わってはいけない人、ね、なんですけど、特にはまあこの5つ僕は気をつけてますかね、えー。まずね、1番、マウントおじさんですね。 えー、ああした方がいいとか、そんなことはしない方がいいとか、もう私の時はこうだったとかね、まあいろんなマウントの仕方ってあるんですけどあの、こちらの話を聞かずには自分の話ばっかりしてくると。で教えるつもりでもなくって、ただのもう上からの自慢みたいなね、教えてあげようとか、あここの人、この人、ここが間違えてるんだなとか教えてあげようとかね、えー、そういう意味じゃなくて、本当ね、バカにするような言い方の人とか、いろいろいるんですよね。で、あなたのためを思ってってね、よく言う人いますけど、っていう人は、もうあなたに興味ないですからね。 えー、コントロールしようとしてるだけだと、えー、あなたに、ね、マウントして自分の価値を感じてるだけなんでね、もう相手にする必要はないですね、こういう人、よく言いますけどね。 で本当に自分のことを考えてくれる人ってね、あなたのために思ってて、本当の意味で思ってくれてる人っていうのは、話をよく聞いてくれるんですよあの。マウントなんてしてこないですからね。えー、例えば何か間違えてたとしても、みんな間違えて当たり前とかね、最初は初心者だからって、そういう伝え方とか考え方であったりとか、えー、この価値観っていうのはね、こちらの価値観をちゃんと理解しようとして、こ理解しようとしてくれるんですよね、えー。さっき言ったようなマウントおじさんなんていうのは全然聞いてないですからね、人の話ね。 でまあ、年上とかに特に多いんですけど、まあ、相手にする必要はありませんと。 ということで、このマウントおじさんもおじさんに限らずですけどね、えー、マウントしてくる人。それから2番目がね、えー、正論バカですね。えー、これ、モラルおじさんって呼んでますけど、えー、よく言いますよね。えー、正しいことは言ってるんだけど、周りの納得感が非常に低い人みたいなね。ね、まあ、これも一方的で話を聞いてくれなかったりとか、強引に押さえつけようとする人ですね。えー、自分のルールを押しつけてくる人とかね、必ず白黒をつけたがるとか、世の中何でも白黒で全部つけれないことの方が多いのにね。えー、とか、ヒーロー気取りの痛いおっさんとかね。まあ、要は相手の心情 考えない人ですよ。 で正論っていうのは別にあってもいいんですよね正論自体はあってもいいんだけど正論を振りかざすっていうのが必ず正しいわけじゃないってことですよねこう正論だけで物事は解決しないってことの方が多いわけですよねでそもそも論で正論とか常識の定義って結構難しいんですよねえ人の数だけあるからねだからここの前提条件が違うからえ結構トラブルんですけどただこれ人の数だけ違うからしょうがないんですよねでまあ常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを 言うてねアインシュタインも言ってますけど、まあ、この辺の話正義についてっていうところで過去の動画でも話してるんでね参考にしてくださいとで、まあ、そういうものなんだよって言ってね、えー、一つの正論だけで全部解決できるわけじゃないんですけどそれを分かってない人とか物事を要は多面的に見れない人ですよねで人との対話に必要なのは理屈が大事なんですけど理屈だけじゃなくってやっぱりね納得感っていうのが大切なんですよね 人は、こう、論理と感情と両方で動くんですね。だから理屈だけじゃ動かないし、感情だけで動くっていう人は、まあ、たまにいますけど、近づかない方がいいですよね。まあ、後とで話しますけどね。えー、なんで、この両方が大切なんだけど、えー、このね、人間というものを、こう、あまり理解していないというか、他人の気持ちを理解できない人に多いですからね、こういうのはね。でまあ、誰でも偏見のコレクションって持ってるんですよ。自分の中での常識ってみんなありますからね、誰でもあるんだと。だけど、 人の話を聞いて、やっぱいいところは柔軟に取り込めるとか、理解をするっていう姿勢っていうのが大切だと思うんですよね。それが成長だと思うんですけど、えー、この辺のモラルおじさんっていうのはそういうことをね、えー、全くしないんですね。で、えー、なんで、えー、正論バカっていうのはね、 相手の気持ちを、えー、理解でできない人、えー、ですね自分は正しいとも思っている痛い人だと自分の感情に合った正論とか常識を振りかざしてね相手をコントロールするんですよだから自分のその理屈に都合のいい,い,い正論だけを、えー、ピックアップしてね、えー、それを振りかざして相手をコントロールしようとしてるだけなんでね自分のストレス解消にしてるだけの人も多いですしまあほにね、えー、マウントおじさんと同じくね正論を押し付けて え、黙らせようとしてるだけなんで、結構競争心が強くて、プライドが高い人とかに多いんですよね。こう、これってモンスタークレーマーの心理と同じなんでね、えー、本当にね、相手にするだけ、疲れるだけなんでね、もう関わる必要はないですと。えー、で、次、三つ目、いつも愚痴ばっかり言ってる人ですね。これもまあ、もう関わらないようにしてますね。えー、相手を否定することで自分を正当化できるからですね、いつも愚痴ばっかり言ってる人っていうのはね、原因自分論じゃないんですよ。えー、あいつは例えばずるいことをやって稼いでるとかね、自分よりお金を持ってたら、あ、きっとずるいことをやって稼いでるんだとか、 ああんななリスクうううってままくいくいいいわけないとかね、まあ、そういう誰かねそ誰自分の理想の人と付き合ったとか言っうらやましいなっていう気持ちとかもあいつは本当は性格が悪いとかね性格悪い女捕まえたとかねまあ本当いろいろあるんですけど結婚してても家庭内は問題だらけに違いないとかね、えー、本当は浮気してるんじゃないかとかねまあいろいろそういうことを言うわけですよね。で えー、そういうことを言うことで自分を正当化できるっていうかね、自分の価値をね、えー、感じれるからね、まあ、ちょっと間違えた感じ方なんですけど、で愚痴を言うのは、原因自分論じゃない人なんですよね。もちろん、えー、いろんな嫌な出来事ってあるし、もちろん生きてて理不尽な思いってすることってあるじゃないですか、自分が全然意図しなくても、向こうからすぐトラブル飛び込んできたりとかね、えー、まあ、それはあるんですけど、ただ、起こった出来事に対してどう対応するかっていうのが大切なんですよね。愚痴を言ってても、何の解決にもならないんでね。 なんで、こういう人はいつまでたっても改善もしませんと、結局相手を否定するだけで原因から解決しないからね、聞いてあげたところでね、話を今後改善もしないどころか、相手の成長する機会っていうのも奪っちゃうんですよね。で まあだから、愚痴を聞いてあげるっていうのが、余計相手の成長する機会を奪っちゃうってこともあるんで、何でもかんでも愚痴を聞いてあげるっていうのがいいわけじゃないんですよ。たまにはね、人間愚痴こぼしたい時もあるんですけどね。なんで、そういう人はね、もちろん、普段愚痴を言ってない人とかが、たまにね、やっぱ疲れたりとか、理不尽なことで落ち込んだりとか、そういう時はあるんでね、そういう時は聞いてあげたらいいんですけど、そういう人っていうのは、自分でちょっと感情が落ち着いて、整理ができたら、また次に向かって歩み出すんですよ。普段から愚痴っぽい人とは、もう質が全然違うんでね。 から愚痴が多いなぁみたいななみたね愚痴を言ってる人、えー、原因他人論の人の相手をしてはいけませんと、えー、自分は疲れるし、相手の成長も阻害する人別にいいことが何もないからね、えー、関わらないようにしましょうと、えー。で、4つ目、切れてくる人ですね。もうこれね、切れてくる人、絶対に避けた方がいいですね。もちろん人間なんで怒ってもいいんですよ。喜怒哀楽っていう感情があって、別に感情があるんだから嫌なことされたりとか、理不尽なことされたとき、別に怒ってもいいんですよ。 感情があるからね。でも怒ってもいいんだけど、キレるっていうのと怒るっていうのはやっぱ違うんですよね。怒るっていうのは、やっぱ腹を立ててるって、まあ、感情を出してる状態ですよね。出すまでって、これはいいんですよね。人間だから嫌なものは嫌だと。怒ることがダメだってね、えー、言われがちなんですけど、えー、僕自身は怒ってもいいと思ってて、 えー、理不尽なことをされたり、まあ、さっきも言いましたけどね、あまりにもひどいことを言われたら怒って普通なんだと、えー、ここでね、全部自分の感情を押し殺しちゃうと壊れちゃうんで、人間の心ね。ただ、切れるのはダメなんだよと、切れるっていうのは、例えばまあ物に当たったりとか、暴力で相手を支配しようとする行為ですよね。自分の感情を相手にぶつけて攻撃するっていう行為ですよね。 まあ具体的にはってうね、えー、怒鳴ったりとか物に当たったりとか暴力振るったりとかね自分の感情をセーブとか、まあ、コントロールできてない状態ですよね誰でも嫌なこととかやっぱあるんで別にそれを出すっていうのはいいんですけど相手を攻撃しようとか破壊しようと思ってぶつけるっていうね、えー、自分で感情をコントロールできてない状態とはもう全く違いますよね。 でこれらをするっていうのはね、もうこれらはコミュニケーションが成立しない人なんで、相手のことを考えれないし、もう感情だけで動くし、もう絶対関わらない方がいい人ですね、もう今後も繰り返すしね、なんでこういう人はもう、迅速に、出会ったら迅速に逃げましょうと。 えー、でも5つ目ね、自分と他人の境界線がない人ですね、結構ね、いるんですよ、この手のタイプの人ね、今までの例と被るところもあるんですけど、えー、他人とトラブルが多い人とかね、コミュニケーションでつまずく人ね、結構 SNS とかで噛みついてくるっていうのもこのタイプなんですけど、自分の境界線っていうと、えー、自分でコントロールできることですよね、例えば自分が何を考えるかとか、どう行動するかとか、まあ、どんな感情を持つかとか、まあ、自分が何を話すかとかね、これは自分で全部コントロールできますよね。これは 自分の境界線の中にあるものなんですね。 で他人との境界線っていうと相手しかコントロールできないことだから自分がコントロールできないことですよ、まあ、例えば相手がどんな行動してくれるかとかどんな言葉話してくれるかとかねどんな感情を持ってくれるかとかどう感じてどう考えてくれるかとかね、えー、こういうのってコントロールできないことでしょ,でょう、えー、境界線がちゃんと引けてない人の例なんですけど例えば自分がこう思ってるんだから相手もこう思ってるに違いないとかねあの人はなんでああなのとか まあなんかもっと小さいところで言うと、メッセージを送ったのになんで返してくれないのみたいなね、男女関係とかね、結構多いですよね。自分がメッセージを送るとか、気持ちを伝えるっていうことまでは自分の範囲内だから、それは自由にしたらいいと思うんですけど、このメッセージを送ったことに対して、相手の行動を要求するっていうのは、自分の範囲も超えてますよね。自分の境界線を超えたことですよね。 もその範囲を超えてるのにそこに気づいてないっていう人がいる結構多いんですよね。私がこうしてるのになぜあの人はこうしてくれないのとかねで。自分の思い通りにならないっていうイライラをぶつけてくるっていうのはこういう人が多いんですよね。えー、結構、マス層に対して、僕自身もマス層に対してね、話をしてるのに、えー、自分のことを言われてるって結構被害者感情を持ったりとかね。えー、例えば、まあ、女性にこういう人って結構いたりしますよねとか、えー、会社員でこういう事例って結構ありますよね、みたいなあくまで一例を 話してるのに自分が攻撃された自分のこと言われてるんだみたいなね、えー、感じる人とかね、えー、この辺で結構境界線がはっきりしない人が多いんですよねでこちらの境界を結構乗り越えてズケズケ向こうから攻撃,攻撃してきたりする人も結構そういう人がいるんですよね、えー、国同士だったらね国境を越えたら撃たれるんですけどね、えー、なかなかこういう他人とのねコミュニケーションの境界線はね越えても撃たれないんで結構ズケズケ来る人多いですよね <laughs> でこれ相手としても避けないと、えー、こういう人がいたらね、えー、逃げないといけないんですけど、えー 自分自身も境界線っていうのを引けてないと結構ね他人の問題を自分の問題にしてしまって、えー、例えばですけど頼まれてもないアドバイスをしちゃったりとかあの部下に仕事を任せられなかったりとかね本来はその人の仕事だから大きな目で見たらその人に任せないといけないんですよね。なんだけど自分で全部抱え込んじゃったりとか上司がやるべき問題を自分が変わってやってしまったりとかね。 え相手の言うことばっかり聞いて相手は何も自分に対してまあしてもらえてないのにね削除され続ける状態になったりとかまあやりたくないことを押し付けられて断れない脳が言えないみたいなまあそういう状態ですよね。でまあ家族とか友人とか他人とかまあ全てに境界線はね えー、結構、必要なんですよね結構優しい人とかね、ついつい受けちゃう人とかに、まあ、結構こうやって、えー、損してる人っていうのが、まあ、結構いるんですけど、この辺もね、結構大切なとこですよね。で、まあ、以上の5つ話してきたんですけど、これらの人はね、幼少期の教育とか、まあ、結構トラウマとかでね、問題がある人が多いんですよね。まあ、もちろん環境の不幸とかもあったかもしれないんですけど、その人自身も自分で解決していくしかないんですよ。だからそこは適切に距離を置いてね、えー、まず自分を大切にしましょうということですねで。これらの人に関わると 自分のエネルギーが吸われてね本当疲弊すするんですよ自己肯定感下げられたりとか他人に振り回されたりとか自分の人生を生きれなくなったりとか自分自身がレベルアップしていけないとかね。 えー、結構あるんですでこれらこういう人たちが会社の上司に多いんだったら僕はねもうその会社ってさっさとやめた方がいいと思うんですよそのレベルの会社っていうことだからね、えー、お金はもちろん大事ですけど本当人生疲弊してもっと大切なものを失ってしまったりとかするんでね、えー、で僕自身も、えー、これらの人に出会ったらもう反応もしないしもうさっと距離を空けるようにしてますねほ、まあ、本当に近しい人とかの場合ねちょっとこう距離感が難しい時とかあるんですけど、まあ、せめて他人はね えこういうタイプの人に出会ったら、えー、反論もしないですねもう関わらないもうさっと距離を空けると反論もしないですねで本当の優しさっていうのはやっぱ誰にでも優しくすることじゃないと思うんですよね 相手の要望を何でも聞いてあげることじゃないっていうかね。まあ、それってただの相手の依存先になってるだけなんで、都合のいい存在になることでもないですよね。なんか学校で習った道徳とかで、なんかこう、人は誰しも平等とか、人に認めてもらえるのはい良いこととか、まあ、人に優しくしないといけないよねとかね、誰とでも仲良くしようね、喧嘩良くないよねとか、困った人がいたら助けてあげようねとか、みんなに迷惑かけたらいけませんとかね、団体において個人のことを後うとか、まあ、どれも確かに素晴らしいことであると思うんですよ、道徳としてはね。道徳的には確かにそうなんだけど、 やっぱりねその中でただ当たり前のようにこっちのエネルギーを吸い取っていく搾取するやつっていうのがおるんですよ実際世の中にね。えほんとね 吸気吸血鬼ならぬみたいな、吸気ね気を吸う鬼みたいな、もうこっちが我慢しててもね、こういう人に出会ったとき解決しないんですよで。そういう人に出会うともう疲弊するんで関わらないのが一番ですよと。もう本当、と時伏せる必要もないし、改善を促す必要もないしね、まあ、それも相手をコントロールする行為なんで、改善を促す必要もないですと。もうただただ迅速に逃げましょうと。距離を置きましょうってことですよね。やっつけなくていいと。えー、逃げようってことですね。 えこれらの人は本当ね相手にするだけ時間の無駄なんでもう関わらないってことが一番自分にも相手のためにも結局なるんですよね、まあ、もちろんねもっと大きな目で見て相手にコーチングとかしてあげれたらいいのかもしれないですけど結局時間も労力もかかるし通常はもう疲弊するだけして終わるだけなんでねえ変わらないですよとなんでどうせ同じ時間使うんだったら自分自身とか 大切な人に、ね、時間を使いましょうと、えー、自分自身への優しさの意味でもねやっぱり関わってはいけない人と出会ったらもう何回も繰り返し言ってますけど全力で逃げましょうとそれが自分を大切にすることですよと本当、えー、世の中にはね理屈とか道徳感のない獣みたいな人間がいるっていうのが本当事実なんで、えー、結構ね周りいい人に囲まれてきた人はそんなことないって思うかもしれないですけどそういう人たちが事実としているっていうことにやっぱり、ね、知っておくのは自分の身を守ることになるんでね、えー、狼の中に羊が1匹紛れ込んだみたいな状態にならんよ えでまとめなんですけど世の中には意外と身近に関わっていけない人がいるんだと、えー、もうあなたの大切な時間をね、えー、もうバカに使ってる時間はないってことですねわざわざ余計に波風立てる必要はないんだけども、えー、関わってはいけない人には別にむしろ嫌われてもいいよと、えー、他人の成功をね妬んだりとか邪魔しようとしてくる人とかね本当に残念ながら数多くいるっていうのは現状ですとでさらに立ちが悪いのが自分でも気づいてないっていう人が結構いるんですよ。 自分自身ね自覚がない人なんですねだから余計たちが悪いってことですねなんで、えー、心穏やかに生きるには付き合う人を選ばないといけないんだと、えー、自分でそういう人かどうかを見抜く力ってのが結構大切でね自分で主者するっていう力が必要なんですよ、えー、たとえ職場の上司とか親戚とか友人であってもやっぱりその関わり方っていうのはとか距離感っていうのはね選んでいく必要があるんですよねで嫌な人と会うのが苦しいって思ってる人結構いると思うんですよね職場とか、まあ、いろんな友達かもしれないしね えー、いると思うんです嫌な人が会うと苦しいなみたいなそういう人はあの、ね、自分が嫌な人と会うっていう選択をしてるっていうことも、ね、知っておこうねとここ大切なとこですね関わってる自分自身にも原因があるんですよ人間的に例えばあなたが悪いとかいいとかそういうことを言ってるんじゃなくて関わる選択をしてしまってるってことなんですね嫌な職場に通い続けてたり、まあ、嫌なママ友とかね、まあ、よくそういう愚痴とかってよくネットに上がってますけどね そういうコミュニティの場所にずっと行き続けないと行ってしまってるとかね、えー、そうやって通い続けてるっていうのも同じなんですよ原因自分論で考えると自分がそういう選択をしてるっていうことなんですね、えー、嫌なことをされてしまう自分の性格に問題があるんだとかそういうことじゃなくてそういう選択をしてるってことですよその場に行ってるっていうねで嫌な人と関わり続けるっていう選択をするっていうのはもう自傷行為に近いですからね自分で自分のことを傷つけ続けてるとしかも、えー、自覚がないままにね で周りに嫌な人がいるとか日常的に関わらないといけないという人もいると思うんですけどやっぱりね、会わずに済むっていう選択をすすることが大切ですよあの嫌な人ともついつい関わってしまうタイプに多いのが、えー、結構ね、自己肯定感の低い人とか承認欲求が強い人とかね結構こういう人が意外とこう気を使ってとか嫌なんだけどもしこうやって言われたら、まあとでなんかこうね、裏で何か言われたら嫌だなとか、えー、結構ね、そういうふうに思って嫌な人とも関わり続けてしまうっていう人結構いるんですよね。 であの根幹にそういうところがある人が多いんですけどやっぱ、ね、他人に評価してもらうことで自分の存在価値を、ね、感じようとするっていう人生は、ね、不幸になりやすいですよ。 あの自分の幸せとかを他人の評価に依存したら、えー、ダメなんですね。自分のことは自分でやっぱり認めてあげると。えー、人に喜ばれるとか認めてもらうっていうのは本当に嬉しいことには違いないんですけど、やっぱりね、一番大事なのは自分で自分を認めてあげるってことですよ。どれだけ努力してるのかとか苦しんでるのかとか愛されるべき存在なのかっていうのは自分がやっぱり一番ね、えー、分かってるんだから、やっぱりね、自分で自分をまず認めてあげるってこと、すごく大切だと思いますね。えー、だしやっっぱり自分で認めてあげれないんだったら やっぱりそのまんまの自分で別に何かをするから認めてくれるとかじゃなくてそのままの今の状態の自分を愛してくれるっていう人が周りに必ずいるはずなんですよね友達でも家族でも誰でもいいんですけど、ね、そういう人たちとの時間にやっぱり時間をしっかり、ね、使ってほしいですねわざわざ何もしてないのに攻撃してきたりとか自分を悲しい気持ちにさせるような人と付き合う必要はもう全くないってことですねそして人生は誰かとの競争でもないからね たまにあの孤独な金持ちとかでも自分と仲間以外全員敵みたいな人とかも結構いたんですよね孤独な金持ちみたいなねもう全然豊かそうじゃなかったですよお金以外にねこう人間関係とかっていうの豊かな人間関係っていうのはこう幸せな人生に必ずね必要なものなんで、えー、なんでまあやっぱりね、えー、誰かとの競争じゃないんだよってね、えー、人,人とのやっぱりこうコミュニケーション えー、健全な、ね、コミュニケーションというのをやっぱり大切にしてほしいかなと思います。で、えー、自分の選択一つで今日から人生が明るくなりますと、えー、自分が嫌だなってね、えー、感じる人とは距離を空けて関わらない選択をしましょうと全員に好かれる必要なんてないからね、えー、僕自身思うんですけど別に99%の人に嫌われたってね 99%、出会う人と99%に嫌われるってなったらもうほぼ全ての人に嫌われるみたいなね、そんなことなかなかないでしょうけどあ、すごい嫌じゃないですか。100人中99人嫌われたら結構凹みますよね。でも、日本だけでも、 1>, えね、1億3000万人ですか、まあ、いるとしたら、あのー、99%の人に嫌われてもね130万人の人が1%の130万人の人があなたを好きでいてくれるみたいなね、まあ、僕はそうやって思って生きてますけどねだってそれだけのたくさんの人にずっと時間使い続けて生きていくのって無理なんでねだから一部の人だけで本当自分のことを好きって言ってくれる人必ずいるんでねそういうふうにそのまんまの自分を好きになってくれるっていう人をね結構大切にしていきたいかなと、えー、僕は思ってますけどね。自、えーまあ、自分自身もね、えー、そういうい人に関わら ないようにするし、えー、なるべく関わってはいけない人リストにね入らないように気をつけたいかなと思ってます。ってことで、えー、以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったらね人に紹介してもらえたりとかいいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいです。LINE アットとかね Twitter とか Instagram もやってるんでね全部この動画の説明欄から飛べるようになってますんで、えー、参考にしてもらえると嬉しいです。ってことで、えー、今日もありがとうございました。